にゃーにゃーん、どうもこんにちは、春季ビーシーの春猫です。絵心ないしは落書きキングダムやっていきたいと思います。パート7ってことで、今回はですね、初の、イベントガチャのねやつがちょっと出たので、ちょっとそれをね今回のパートやってみようかなと思いますけどね。今回のパートはまあガチャパートになります。はい、なんかね前回のパート最後でなんかもう一回なんか落書きしますかなんか言ったような感じするんですけど、ちょっと順番ねちょっと入れ替えさせていただきますってことで、なんかねあるんですよね、イベントのガチャが種類あるんですよね。まずこのイベント応援10連ガチャってやつと、こっちの、ね、ピックアップ10連ガチャっていうのがねあるので、まあ情報をやっていこうかなと思います。あ、待てよ、あでもそうだよね、まあ多分イベントのやつだと思うんですよね。で、こっち普通のやつなので。ということで、まあ、10連、10連ということで、今回20連やっていこうかなと思います。10連引くのに必要なのは3000ですね。3000個、あれば、10連引きますってことで。じゃあ、まず、イベント応援10連ガチャの方から引いてみましょうかね。ステップ1のことなので、ハイパーで愛情をピックアップ1体確定になってますね。じゃあ、引く。で、この引いた時に、虹色やったらこれは、金色ですね。金色かな？黄色？黄色ですね。じゃあ、スーパーレア来んのかな？さあ、どうなんだ？あれ、でも出ないよ、スーパーレア。あら？でん、でん、お、ニューかな？お、ニューですね。新しいやつはね、なんかちゃんと演出出ますのでね。レア。はい、どんどん行きましょう。ハイパーレア、ハイパーレア、ハイパーレア、レア、ハイパーレア、ニュー、ニュー、ハイパーレア、ハイパー、おぉ、変わった。そういうこともあるんだ。そういうこともあるんですね。スーパーレア、ニューってことでね。まあ結構ニュー出ましたね。出たや。やった、イベント応援の身近な方出ましたね。やったね。じゃあ今度こっちのピックアップ10連ガチャの方の、方をやっていこうかなと思います。てか、でもどっちか出るんだよね。多分、ピックアップいったら確定やから。金色な、金色ってか。じゃ、これスーパーでは確定なんだよね。多分。わからんけどね。で、これ虹色やったら、スーパースーパーでや。で、スーパースーパーでや。まあ、SR。でやー。はい。でやー。はい、ほい、はい、レア、ほい、はい、ふーゆーかなんか最高、後半が、後半が同じ人ばっかだよ。なんか、なんでそんな3体も出るのってか、4体出てる。4体出てるやん。4体出てるよ、4体も。ってことで、まあ、こんな感じですね。でイベント、何がイベントなんだろうね。多分、あれやわ。ボックス制限オーバーしてますね。イベント開催ってことで、落書き育てるって感じですかね。待って、ちゃうわ。今、準備期間でした。準備期間でした。勘違いですね。一応ね、撮影日の都合上ね、今の段階はね、準備期間でした。勘違いしましたね。ってことでね、今回のパート7はまあガチャを回したよってことで終わろうかなと思います。次回のパートは、前回作ったね、015くんの方をちょっと、育成しましょうってことで、今回の動画も最後まで見ててありがとうございました。ということで、次回に続きます。アニメみたいな動画、シュネコとネシュン。2月下旬第1話公開予定。シュネコとネシュンの日常アニメ的な感じの動画を出しまーす。お楽しみに。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。Twitter もやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は、画面左の丸のボタンをタップか&クリックでよろしくお願いします。ってことで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。